はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、新しい物語教材を作成中ですので、皆さんにね、いろいろご意見を伺いたいなと思います。学級崩壊講座タス授業開きの授業、2024年3月23、24、25、3日間限定配信いたします。はい、いつもは私の動画で私がね、なんか分かったような顔していろんな話をするんですけども、今回はね、皆さんに相談があってこの動画を撮っています。こんなことは初めてかもしれませんね。物語教材、皆さん普段授業してると思うんですけども、まあ、それについてですね、私は物語教材というのはですね、最終的な目的は主題を解釈することというふうに、まあ、一応設定してあります。ですから主題解釈って書いてあるんですけども、まあ、こういう狙いで授業してるんですね、してきたんですね。そして、まあ、展開はこんな感じです。まず音読意味調べがありますよね。その後登場人物や主人公を確定します。さらに各場面の要約に入ります。各場面がありますよね。それらをこの主役の名前を主語にして、誰々が何々した話という形にしてみたり、あるいはね、この主人公の名前を最後に置いて、何々した主人公というね、体言止めの形で表現したり、まあいろいろあるんですけども、まあ、こうやって場面ごとにですね、主人公のした行動を一文でまとめさせるんです。例えばね、5場面の物語でしたら5文できるわけですよね。でそれを読んでいくと、だいたいですね、あらすじの文になっているんですよね。こうやってね、各場面をきっちり要約していくことで物語全体を理解することもできるし、主人公がどういうふうに変化をしていくのかを見ることができるわけですね。でこの後に主人公の気持ちや行動の変化を確認します。最初はこうだったけど最後はこうなっていたねというような抑えをするわけですね。そして物語の中では必ずね、主人公の変化ということがあるわけですけども、まあ、その変化から解釈できる主題を確定するという授業です。わかると思うんですけども、ここでね、大きく分かれていて、まあ、この1から4までは、まあ、いわゆる解読という場面ですね。解読ですね。誰が読んでもほぼ同じように読み取れる内容を扱います。そして最後の主題だけは解読ではなくて解釈になるわけですね。その子がここまで学習してきたことを元にして作品の主題を解釈するんですね。その子独自の主題が出来上がるということになります。まあ、こういう物語教材の指導法を私はずっとやってきています。今回これをですね、物語論、ナラトロジーっていうんですけども、これは今から100年ぐらい前からある研究領域なんですね。ナラトロジーって言います。物語論ですね。まあ、そこで主張していることはいろんなことがあるんだけど、その中から小学生にも使えるものだけピックアップして、それに基づいた指導法というのを今研究しています。で少し前に私、物語教材分析表というのをね、提案させていただき、そして皆さんにも見ていただきました。それはまさにですね、物語論、ナラトロジーを使った分析表なんですね。ただですね、私その分析表までは出したんですけども、それを使ってじゃあどうやって授業をするかという提案がされてなかったんですね。でそこで私は物語の指導の仕方を提案しようと思ってね、いわゆるですね、指導集を作成しています。でその中でいくつかね、皆さんにお聞きしたいことがあるんですよ。本当にね、お世話になりますね。ポイントはここなんですよ。要するにですね、この3の各場面の要約ってあるじゃないですか。ここにものすごく時間がかかるんですね。まあ2時間か3時間は絶対必要になってくるんですよ、各場面を要約していくとね。でこの場面を思い切ってね、取ってしまったらどうかなという提案なんです。これ取っちゃう、ビューンってやらない。でどうするかというと、この音読意味調べをここでたっぷりやるんですね。ここで2時間かけるんです。2時間何回も同じ作品を読み込ませるんですよね。まあ、そうすれば、まあ、登場人物と主人公の確認は簡単にできますからやるんですけども、この各場面を、1の場面は何々が何々した話なんていうふうにきっちり決めなくても、こっちの4番のね、主人公の気持ち行動の変化へいけるかなということをですね、皆さんにお尋ねしたいんですよ。どうでしょう、これこの各場面の要約やらないってことですね。で例えば三村のね、教材を見ると、5年生の4月の教材はですね、5時間扱いなんですね。これかなり短いですよね、5時間扱いって。だから今までの指導法でやるとですね、まあ8時間9時間かかっちゃうわけですよね。でこれをなるべく短く、つまり5時間で私も提案したいんですよ。でそこでこのままやったんじゃ無理になるわけですよね。で私の提案はここで2時間ですね。ここで1時間取ります。そして主人公の気持ちで1時間、そして主題の解釈で1時間、
まあこんな感じでしょうかね。これで5時間ですよね。ただこの各場面の要約がなくなっちゃっても本当に大丈夫かっていうのが今回皆さんにお尋ねしたいことなんですよ。ただ音読は2時間取るんですね。1時間じゃなくてね。だからこの3番取っちゃおうということなんですけど、どうですか？これじゃダメ？まあでも指導時間は5時間って決まってるんでね、5時間で収めるとしたらこういうふうにするしかないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうか。このことについてね、ご意見をください。で、私はその物語教材、今回ね物語論に基づいた指導集を出そうと思ってるんですけども、そのためにはですね、この5時間で指定されている教材はもう必ず5時間でやるというふうに考えてます。教材ですからね。というわけでね、ぜひ皆さんね、お願いします。これコメント欄に皆さんのご意見をね配信してください。それを見て私もまた考え直したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてこの教材ですね、指導集、まあいわゆるですね、指導計画ですよね。それをとりあえず4月の教材6つ出てきますね。1年生から6年生まで。それについてですね、3月中にはね皆さんに届くように作りたいなと思ってるんですよ。はい、というわけでね、これどうしようかなって思ってるんですけども、皆さんのご意見をお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ここから宣伝です。3月の23、24、25の3日間ですね、学級崩壊講座プラス授業開きの授業という講座を計画しています。これはですね、今までに何回もこの時期にやった学級崩壊の講座プラス授業開きの授業の3講座を加えた形、全部で9講座ですね。それを皆さんにお届けしようと思います。3月中にこれを見とくことが非常に重要だと思いますので、春休み中にねご覧になってください。なんか学級崩壊の講座を最初見るのは縁起が悪いみたいな感じもするけども、そうじゃなくて、中身はですね、こういうことにならないように今からこういう準備をしていきましょうという内容になってますので、ぜひですねこの時期にご覧になってください。これ毎年この時期にやることにしてるんですけども、去年参加された方がまた今年も参加するというようなね申し込みをいただいています。まだね1ヶ月先の講座なのにですね、もうすでに15名を超える方がですね申し込みをくださっています。ありがとうございます。というわけでね、学級崩壊講座プラス授業開きの授業の講座をぜひお申し込みください。概要欄あるいはこの QR コードからお願いします。はい、というわけで今回はね、物語教材の新しい私指導集を作っているんですけども、皆さんのご意見を伺いたくて動画を撮りました。ぜひコメント欄に各場面の要約がなくて平気かどうかということについてね、ご意見いただけたら嬉しいです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。